おはようございます宇和、えー、深市議会議員の越川隆でございます今朝はですね、えー、私ども文化町町内のですね資源回収でございますいやあちょっとね今日も資源回収と忘れていて、えー、相談役か電話を受けてですねようやく来たという大変情けない状況ではございます 本当に多岐にわたりあやるべきことはですね、えー、ちょっと忘れていたりね、えー、そういうことなので気をつけない今朝のこともねこのスマホのスケジュールだとどうしても見落としちゃうんですねうん一覧でパッとこう見れるようになっていないので目の中に入ってこない。えー 改善しなきゃいけないと思います、えー、この資源回収なんですけれどもプラスチック、瓶等々ですね、えー、今日は回収になりそれと燃えるゴミの火でもありますだんだんね、えー、中央のステーション資源回収ステーションができてからそちらに直接持ち込む方も 多いので、ゴミの量、あの資源の量は少なくはなってきてるんですが、それでもね、えー、高齢者の方々持っていけませんからね、お車がないので、やはりこの町内町内でこうやって、えー、回収してあげるということは必要になっています。えー、今日も雪ですね。うん。ああ、しょうがないな。